皆さんこんにちは、ゆなです。しょうです。今日はビーチに行ってきます。行ってきます。しょうのパート、じゃあしょうのパート全部代わりに行ってあげて。あれ いるやん。あれ行ってくれるの、行ってくれるの。いや全然話すけど。あ、じゃあもう一回やろう、じゃあもう一回やろう、もう一回やろう。皆さんこんにちは、ゆなです。こんにちは、しょうです。しょうがさ、こんにちは、しょうですって言ったの初めてだね。行ったことないね。初めてだよね。私さ、昨日さ、一昨日の私さ、私の YouTube ってさ、一応私がさ、ソロでやってるはずさ、うん、でもほとんど毎回誰かが出てきてくれてるさ。そうだね。で、数えたの、みんなが何回出演してくれてるか、うん、ケントは多分20回ぐらい出てくれてて、230本中ね、うん、妹数え忘れちゃったんだけど、でも多分妹も10本ぐらい出てくれてるじゃん。きなこが46本出てくれた。46本、46本ってすごくない？すげえな。でもさ、きなことはさ、私が LA に引っ越してきてから最初の7ヶ月一緒に住んでなかったから、その間はさ、まあ、動画撮れないわけじゃん、物理的に。だから実質私が YouTube 始めて今2年ぐらいにやっとだったんだけど、1年3ヶ月の間の動画、あれ違う、全然計算間違えちゃった、1年5ヶ月の間で46本の動画に出演してくれてるってことになる。弱い、ガチやばいよね。ギャラ払わんとの、マジでもうちょい大きくなったらギャラ払うね。あんまんね、私。みんな、私がみんなにギャラ払えるなり、払えるようになれるぐらい、あのビッグになりたいんで、応援お願いします。ありがとうございます。でもさ、なんか見てる人たちもさ、まあ、もちろんさ、翔とかひなことかさ、まあ、ケントとかめめのことはさ、みんな結構よく知ってるわけじゃん。え、どうなんだろうね、みんながこう出てるの見るの好きなの？一人増えただけで、まあ、なんか賑やかになるし。そうだよね、面白いじゃん、その方が。うん、ほんとね、みんな YouTuber じゃないのに、まあ、ひなこは今 YouTuber になったけどさ、みんな YouTube やってないのにさ、私のチャンネルに私がさ、出てっつって出てもらって感謝感激やめあるしですね。でね、今日はね、何をしていくかというと、今日はですね、休日なので海に行ってきます。海に行きますよ。まずはね、昼ご飯買わなきゃいけないんだけど、昼ご飯はね、でももう決まってるもんね。昨日ね、このカフェ行こうっていう話になってるもんね。候補はという感じで、今日はですね、2人でヘルモサビーチに行ってくると思います。さ、手形あるんだけどさ、うん、私もなんか残してこうかな、手形。ダメだろう。だけど私が残したいの、爪あと。このね、トップスストーリーに載せたらどこですかって結構来たんですけど、これザラです。デニムもザラです。サンダルだけ、これ H&M ですね。はい、ではね、ランチね、まだ食べてないんで、ランチ食べ、おお。うん、ソースがいい感じよ、これ。あの、私さ、チポーレが好きなの。チポーレ、チポーレ、チポートレ、チポートレが好きなの。結構ガッツリ入ってて、めっちゃ美味しい。昨日さ、飲み会っていうかパーティーやったじゃん、うん、友達の旦那さんがね、何人かちょっと忘れちゃったんだけど、スペイン語と英語のバイリンガルだったの。で、その人さ、先生やってるからさ、結構まあ言葉とかそっち系詳しいっていうか、そういう話してたのね。その人が言ってたのが、その酔っ払った時とか、めっちゃこう感情がブワーってなってる時って、自分の母国語以外の言葉で喋ると発音がちょっと下手になるって言ってたの。めっちゃわかるって思ったんだよね。わかる、わかるよ。イタリア語ってさ、時出てくる、普段生活してて出てこない。どんぐらい喋れるの、イタリア語？私エセイタリア人だと思ってるからさ、普通に喋れるよ。すごくね、普通にイタリアで生活できるぐらいに喋れる。すごいよね、マジで。どうしたの？なんか嬉しそうですね、お兄さん。ギャル、ギャル。なんで？あれ、次続き歌わないの？かわいい。これ好きだよね、最近。ちょっと照れてるでしょ。ちょっと照れて、早くカメラ回すのやめてくれないかなって思ってる。念願のビーチですね。よかったね、今日来れて、ね、ちょっと曇ってるのが残念だけどさ、もうちょいで晴れるんでしょ。めっちゃ嬉しそうじゃん。今さ、インスタでさ、DM 見てたの、うん、そしたらさ、ゆなちゃんもしょうさんも言ってましたが、映画のキングダム見に行ったら、敵役の三島さんが本当にしょうさんにしか見えなかったですって来てるよ。三島、あ、三島さんが、あの、しょうさんにしか見えなかったですって、あの、DM が来てます。はい、自分のことやっぱかっこいいと思うんですか？思います、ね、思います、ね、え、いつから自分のことイケメンだと思うようになったんですか？
回受診しに来た時期やってるよ。え、嘘、いつ、え、なんで、いつ。19から22ぐらいまでの間。え、結構遊んでたくない、こちら19に。遊んでたけど、なんか別にセルフケアをやめてたんだよ、俺。やめてたね。確かになんか19歳の時ってさ、なんかさ、マジでさ、ホームレスみたいな感じだったよね。髪伸ばしっぱなし、ヒゲ生やしっぱなし。ホームレスみたいとか言うな。え、19歳ってさ、何してたっけ、うちら。今日遊びまくってたよね。遊びまくってた。それそれ、なんかさ、ズボンにさ、穴開いてたイメージだ。ズボンとか服に穴開いても気にせず着てるイメージ。いやいや、19歳の時全然そうと思う。本当に19歳は、めっちゃバイトしててすんげえお金入ってきてて、それで実家暮らしだったからさ、うんうんうん、金めっちゃ持ってましたから、服買いまくってたよね。買いまくってたっけ。買いまくってたよ。でもだってさ、バイトしまくってるからさ、服着る機会なくない。だってあの18の時、19にやってたかな、ちょうど19ぐらいになった時に、うん、前の彼女とかからです。はい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 、港区女子ね、例の。そう港区女子と付き合ってたから。現港区現在進行形で港区女子だって。だってそうじゃん。あれ港区でチェックインしてるじゃないですか。やめろよやめろよ。Facebook に書いてやったの。港区にチェックインしましたね。すごかったんだよ。だってまず GPS つけられてたし、ご飯全部ショーが出してた。ほぼほぼね。なんかさ、私とひなこはさ、もちろんさ、その時2人が付き合ってるの見てたじゃん。記念日とかにサマンサタバサとかプラダのもの買ってあげたりとかしてさ、わあいつ貢いでんなって話をね、よくひなことしてたよ。ね、ちょっと調子乗ってたな。誰が。俺がだよ。俺しかいねえだろうが。それまあそうだね、港区女子と付き合ってて、うん、でも別れたじゃん。別れたね。で別れた後なんかすごいお金に入れてきちゃった。そんだけね、あの子にね、お金使ってたらね。確かもう別れてちょうど多分2ヶ月後ぐらいからもうなんかすんげえ自分にお金使うようになって。それってさ、男の人のさ、その別れた後ちょっと自暴自棄になるくない、男の人って。自暴自棄になってお金使ってたわけじゃなくて、もうなんかほんと今まで自分に使えるお金がなく、彼女に貢いでたからね、全部貢ぎまくってたから。自分に使えるお金ができて、うんうん、あれ、じゃあ買い物できるやんと思って。はい。いやね、あの時はすっごいショーが調子乗ってたイメージある。めっちゃさ、なんかどこ行くにしてもさ、売れですよ、売れですよみたいな言ってたイメージ。私とひなこさ、そういうのあんま好きじゃないからさ、あんま出させることなかったさ。あ、でもさ、私さ、まだ覚えてるんだけどさ、私がさ、日本帰った時さ、調子乗りすぎてお金使いすぎちゃった時あったじゃん。ああ、俺が娘ぶっこった時。あ、そうそうそう。さ、2018年の時に日本帰ってさ、まあ、お金さ、持っていくじゃないですか。20万ぐらい持ってったのかな、確か。でも私も化粧品とか買いまくって、ブワーってお金なくなっちゃって、あれなんだよ、多分ね、私彼氏にお金借りたの。私普通にさ、現金でたくさん持ってて、当時お金を、あんまり銀行とかに入れてなくて、それでお金多分その時円で貸してもらって、でアメリカ帰ったら返すみたいな感じだったと思うのね。多分ね、そんな感じだったの。全然覚えてないんだけど。でもショーと遊ぶ日はさ、マジでお金なくて、電車乗るお金もなかったんだよね。私も現金使い方して、ショーに「ショー助けて」っつって。でも帰れないじゃん、だからショーを召喚して「ちょっと助けて」っつって、電車代ともつ鍋を買ってもらって帰ったね。でもあれ楽しくよかった。あ、楽しかったよ。普通にさ、ショーがおごってくれるから調子乗ってさ、金のないくせにさ、3倍ぐらい私お酒飲んでたよね。うちら仲良すぎるよね、マジで。昔友達の時から仲良すぎるよね。で、その次ひなこでご不倫してさ、うちらさ、他に友達いないの。ビーチをね、満喫してきたんですけど、これからね、ちょっとね、近くにね、三つ輪があったので、日系スーパーですね、三つ輪でね、買い物したいと思います。お醤油また値上がりしてる気がする。私が美味しいって聞いたので、あご出汁にしてみます。いつもね、このいりこ出汁使ってたんだけど、ちょっと味チェンします。見て、美味しそう。24ドルと99セントです。ブルジョアですね。この三つ輪がさ、私の知る限り一番大きくって、めっちゃね、品揃えもすごくいいから、私めっちゃ好きなんだけど、はい、日本人の人が本当に多い。ここトーランスがすごい日本人多いエリアなんだけど、なんかここいるとあれ日本かなっていう、ここ勘違い、日本かなっていう錯覚を起こすんだけど、値段見て、あ、こんな高いな、負け試合じゃねえや、ここアメリカだなっていう風にね、実感させられますね。悲しいですね。臭いがね、結構アメリカのスーパーになかったりするから、こういう時にね、買っておいたりしてます。はい、ではですね、晩ご飯を決める時間にやってまいりました。これいつも大変ですね。大変だね、本当に大変ですね、うん、今日どういう気分ですか。パスタかピザ。
それしかないの。だから違うんだよ、私別に。俺の好みの問題。いや別にいいんだけどさ、全然いいんだけどさ、なんかパスタってさ、その毎日食えないじゃん。毎日食べてないじゃん。最後パスタの食べたのいつよ。1ヶ月前とか。私そんな好きじゃないんだよ、麺類、そもそも。そうなんですね。はい。ハワイでよく激辛中華麺を食べてたよ、ね。あれは別。私はちなみに四川食べたいな。いや、俺も四川好きなんよ。はい。でもさ、うん、もう次の日がやばいよ、本当に。ごめん。それは私が悪い、ごめん。大体朝起きて、速攻トイレ行くんよ。うん、ちょっと、まあ、汚いけどさ、肛門の感覚なくなるんよね。え、なんかさ、でもさ、ショーからしたらさ、なんで私そんなさ、食えるのっていう風になるじゃん。私、パスタそんなに食べれる人の気持ち理解できないもん。なんでさ、チーズってめっちゃ脂っこいじゃん。え、重くない？まあ、そうだけどさ、チーズと油ってなんかまた別のあれだと思ってんだよね。何が違うの？え、だからさ、その、例えばさ、わかったわかった。で、今日は和食で手打とうよ。和食で手打とうよ。まあまあ、ね、私もじゃ視線諦めるよ、今日は。Okay. 今日諦めるよ。もう間取る？間取るしかなくない？でも、たまにはね、私もね、パスタとかピザね、食べてあげたいなって気持ちになるの。食べてあげたいな。食べてあげたいな。一緒に食べてあげたいなって気持ちになるの。嘘、嫌いじゃないんだよ。全然嫌いじゃないんだけど、パスタ食べたいなっていう気持ちにならない、やっぱり。全然あったら食べるけど、食べたいなってなら。You know what I mean?じゃあ和食で手打とうよ。いいよ。ね、私はもうトーランス許してさ、今日はさ。じゃあ何系にする、和食っつってもさ。じゃあ調べる？調べよっか。うん、今調べますね。どうする？これどんな感じ？どう？神楽行く？そそられる。神楽にする？行きましょう。よっしゃーという感じで、今日の場合は神楽に決まりました。君が持ってる激辛ではない。これ足りないかな、辛さ。うん、本当？私ラーメン本当食べないけどさ、これ辛そうだったらちょっと食べたいなと思ったんだけどさ。はい、何でしょう。一蘭とか食べに行ったらさ、辛さ20倍とか強いし。私一蘭食べたことないんだよね。食べに行ってみな。行か、行く。え、一緒に行ってくんないの？これはもう食べれない、一蘭。なんで？じゃあこれ一蘭食べて逆流性食道炎だったから。そっか、じゃあ順平と一緒に行くわ。大丈夫だ、ありがとう。午前はどうする？結局午前は多分ミルフィーユシソチーズだ。私もそれにする。じゃあ俺チキンにするわ。なんで？別に同じでいいじゃん。分け合いっこしないじゃん。うちら自己中だからさ、自分のもんだけ食って終わるじゃん。なんで、はいはい、なんで。分かった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 って。あ、決まりました。はい、決まりました。このミルフィーユシソチーズカツ御膳。はい。これ噛みません？めっちゃ長いです。チーズカツですねって言ってた。そういうことか。ミルフィーユの発音わかんなくて、みんな分かってないから。本当ですか？チーズですねって言って。確かにチーズカツこれしかないですね。ね、そうだよね。長くて全然言えなかった。ません、どうでもいいこと。自分もちょっと一緒で。あら、結局一緒にするの？結局、はい、あら、はい、あら、大丈夫ですか？大丈夫です。以上で、以上でお願いします。ありがとうございます。うわ、楽しみだね。楽しみ。プロの人がやるとこんな感じだよと言わんばかりの表情ですね、選手水上くん。ウイス。今のウイスは腹立ったかな。ウイ。え？ウイ。お、いい感じの粘りが出る。粘り出てますか？ほほほほほ。エロ。え、待って、もう一回やって。糸引いてる。それは本当にエロいからやめろ。本命のとんかつが来ましたね。この中にね、結構チーズが、うわ、見て、チーズだよ。超チーズ。めっちゃチーズじゃん。エロ。やばいやばいやばい、エロエロエロ。めっちゃチーズや。超チーズじゃん。最高すぎる。はい、とんかつ食べます。何時頃？あ、美味しい。でもとんかつ美味しいよ。うん。久しぶりに食べたとんかつとか。家に帰るところです。いや、yeah. はい、みんなはね、彼氏彼女と仲良くすんだよ。みんなと喧嘩すんなよ。みんな喧嘩すんなよ。喧嘩して、うん、結果として仲良くなるんだったらさ、うん、間違いない。その仲良くなる、さらに仲良くなる喧嘩っていうのはありますね。それぐらいにしとけます。珍しくいいこと言うじゃないですか。はい、という感じで本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。